はい、えー、それではですね、本日2つ目の話題をいきたいと思います。はい、えー、シルビア JP さん、どうもありがとうございます。えー、ロシアスポーツ紙の記事に、えー、今シーズンの、えー、全試合日程が出ていました、えー。ロシアで独自のグランプリを開催するにあたり、えー、ファイナルだけ ISU の日程と、えー、全然違うところにある理由が分かりました。 試合がもう目白押しなんです、ね、10月に入って早々に全ロシア大会がありそのあのその後ロシア版グランプリシリーズ間に民進カップが入っていて12月、1月、2月もまたいろんな大会がありロシア選手権やチャンネルワンカップもここに入っているんですね3月にロシア版グランプリのファイナルその後も大会が4つ。 1>, 1シーズンに全部でで20試合もあるんですね。これだけ試合があれば選手も休みなしにあっという間にシーズンが終わってしまうことでしょうすごいです結構、うん、今月はまだ余裕があるらしくてトゥルーソワがですね先日も子どもたちと一緒にトレーニングセッションとサイン会というイベントに出ていましたが8月ももうすぐ終わり 9月に入ったら、一気に本格的な練習に入るという感じなんでしょうか,そうか、うん、試合のエントリーも9月に入ってから詳細が分かってくる感じみたいです。そうそう、ワリエワのドーピング疑惑についての調査結果の報告というのは、結局ルサダ、ねル、ルサーダが慎重な調査を継続しており、調査はその最終段階に入っていますと。 報告しただけで済んでしまっていることからして要するに雲隠れで、あのー、終わるんだという予感がしますがどうですか、株君としては。いやー、もうこれはね、このルサーダっていうのがですね、多分これロシアの組織でしょうかね、ちょっとよくわかりませんけど、もしこれがロシアの組織だとしたらルサーダ、うん、こちらですね、がロシアの組織だとしたら、 た、まあ、多分ね、雲隠れになる可能性は高いと思います。うん、だって、これが分かるメリットっていうのは何もないですからね。うんでえっと、そのドーピング疑惑がかけられてしまった我リエワも、まあ、その後にですね、ことの後とに、まあ、プーチンと話したりとかですね、結構ロシア国内では、まあ、歓迎ムードの方が高いんですよね、うん。なので、このルサーダっていうのが、もしもロシアの組織だったら、 た多分雲隠れっていうか、になっていくのかなっていう感じがありますね。ただ、あの、他の国で、ね、アメリカとか、他の国がもし介入している組織だとしたら、まあ、結構慎重にというか、早く、うん、あの継続を続けていくのかなというふうにも思いますので、やっぱそこはちょっと執念みたいなものがある気はするんで、うん、アメリカとロシアはね。うん、なので ほ、えーまあ、他の国が介入していたとすれば、まあ、結構厳しくやっていく可能性はありますけどもしもロシアだけだったらもう雲隠れというかしていくんじゃないかなと思っていますねはいで、えーまあ、そんな感じではあるんですがただですねこのロシアの大会ね気になりますね僕はねうん非常に気になりますあのやっぱりやっぱロシア見てると僕は好きなんでうん 結構楽しいですやっぱ試合ね、うん、あのなので、まあ、これがどういう風に放送されるかどうかっていうのが分かんないんですけどこの試合僕は非常に見てみたいですね。うん はい、あのやっぱりこう、ね、いろんなそのシェルバコワなんかも怪我を手術ドイツで手術をしたりとかト、ね、ゥルスワとかもいろいろ他の競技にもやったりしてです、ね、フィギュア離れが進んでいっちゃったっていうみたいな感じもあったんですけど、まあ、これからまたロシア国内でフィギュアスケートが大会があるということで、うんまあ、正直、ロシアはロシアだけで世界選手権やってもですね、まあ、めちゃくちゃ激しい。 戦いになっていく全、まあ、ロシア大会っていうのがもう世界選手権と同じかそれよりも高いレベルになってる気がするんで、うんあのーまあ、結構楽しいんじゃないかなとは思いますね試合の中ではあの試合という意味ではね、うんはいまあ、ちょっとでも僕はかわいそうなやっぱりロシアが国際舞台に出れないっていうのはちょっとやっぱかわいそうな部分もやっぱあるかなというところもあるんですけどもねはい、えー、そういう感じでございます ただねちょっとそれに対する話になってくるんですけどあのー、マスミンさんからですね後半のところちょっとコメントをいただきまして、うん、ロシアについてのね、うん、でえっとマスミンさんありがとうございます株君速報ありがとうございますで途中までは後でえっと ジュニアグランプリ界のところでお話ししていこうかなと思うんですけど今回のこのジュニアングランプリフランスの2022年クールド・シュベルの大会についてなんかロシアがなんか言ってるみたいなんですよね、うん、少しチャットを見ていたらロシアの人みたいな人がこれは偽のチャンピオンシップとかこの演技はロシアなら6歳の演技だと言っておりました。 日本の選手のところではありません。そう思うのなら、そんな大会に出してもらえない自分たちの国が何をしたのか分かっているんでしょうかということで、ね、ちょっとさっきの話とかなり、え対になってますけどね、うん。いやー、まあそんな感じで言ってるっぽいですね。うん、これど,どう思いますか皆さんね、うん。まあこれね、まあ、あのフィギュアスケートという観点から考えてみると、 確かにロシアはめちゃくちゃ強いですね。うん、で本当にまあそれの説得力があるくらい、まあ、技術的な面とか、まあ、そのフィギュアスケートやっぱすごいですよねロシアはね。うん、だからまあ技術的な面とかそういったことをフィギュアスケートの観点から考えたらねまあそうなっちゃうあちょっとああ確かにそう思ってんだなっていう感じはするんですけどただまあロシアの国がね こ,あのこっちに石を投げても困るんですよ。うん、石を投げるのは、まあ、政府の方なわけなんですね。うん、なので、えーまあ、いろいろ言ってるっぽいんですけどもね。うん まあでも今回、ロシアが試合に出れないということで、他の選手が結構出れてきてるっぽいんですよね。これまで僕はグランプリジュニア全然見てこなかったんで、あれだったんですけど、今回いろんな、やっぱり下位の選手たちって本当にミスが多かったですよね。うん、でもなんか一生懸命それぞれこう頑張っていて、 ほとんど全部のジャンプをミスしても最後に笑顔が出たりとかそういったことってこれまであんまりなかったんですよね。でそういった喫茶のクラでも大きなミスをしてもこう逆になんか嬉しかったりとか嬉しいっていうかね、うん、その挑戦する喜びとか、ね、いろんな選手の演技を見たので僕はすごく楽しかったですね。うん、はい。 まあ、日本の選手のところじゃないっていうところが一つポイントにはなってきますが、まあ、日本の選手はまあ韓国の選手も一部ね。キム選手やってま素晴らしかったですけど、やっぱり日本選手はもうほんレベルが近かったですね。うんまあ、そこら辺についてはね。後であのね、えっ、ー、とグランピージュニア界の方でお話ししていこうかなと思うんですけど、まあロシアからするとまあちょっと気に食わないっていうかね。うんまあ、皮肉ぶってるようなことを。言って ているのかな？っていう感じがねするんですけどもね。うん。はい、という感じでございます。はい、ロシアとフィギュアステートについての話題ですね。うんはいえー、それではね。一旦またここで動画を止めていきたいと思います。